いいかい、いい感じ。あー、なんとかなってるね。なんとかセーフ。うん、セーフ。アウト気味のセーフだ。どうもこまです。シティーズスカイライン実況やっていきたいと思います。日本全国をゆるく再現するゆる日本作り、前回は富山県を作りました。こちら黒部ダムですね。今回は岐阜県を作りたいと思います。岐阜県大体この辺りですね。だいぶもうあれですね、うん、完全に東日本は抜けて、中日本ですかね。はい、入ってきましたね。いやー、結構こう見ると割と開発したね。もうちょっとだ。西日本の皆さん、今から行きますのでお待ちください。岐阜県といえば下呂温泉、あとは白川郷、まあいくつかね、他にもあの観光名所、はい、あのじゃらんのトップ10から探しておりますのではい、そちら作っていきたいと思います。じゃあまずはいつも通り、主要都市に目印をつけます。青空に入る松屋、いいですね。松屋はカレーがうまいよね。よし、では高速作っていこう。まずは、東海北陸自動車道、はい、富山県の方から南下します。こんな感じでぐるっと回って、ここの松屋はこれ郡上市ですね。郡上市を抜けて、はい、ここまでかな。こっから南は愛知県。もう愛知まで来たか、感慨深いなそしていよいよ西日本なんだなーって実感させる高速道路がもう一つ出てきますね。名神高速です。名神は、琵琶湖の東側、この辺りから、まああれなんですよね、岐阜県はねちょっとだけなんだよね。はい、こちらがこの松屋が、この松屋がっておかしいね、この松屋が大垣市ですね。大垣市の南を通ってここら辺までかな。はい、あとは山梨県、違うや、長野県か、長野県から伸びてきているここの中央自動車道、はるばるな東京からやってきてます。高架で作ったとこと既存の平地部分はこれからちょっとつなげますんでね。はい、この松屋がこれ中津川市ですね。からはいと南西に通って、こっちが多治見市、この辺りかな、ここら辺まで通す。でここは既存部分はまた今度ね、今度高架にしますんで、これかなりボリュームあるからね、今全部やっちゃったらこれだけでもう岐阜県作る時間なくなっちゃうから、はい、今は一旦これで。さあ次は国道です。ですね、まず第一に東海環状自動車道っていうのが、これなんか高速なのか国道なのかいまいち分かんないですけど、一応国道472っていうことで、この辺りかな、関市があるんですけれども、そこから伸びてますね。東側は高架にしますか。高架にして、で中央道と交差して多治見市のこの辺りかな。はい、で西側は、この辺りで途切れますね。この辺かな。はい、これが東海環状自動車道で、長野県から続いているこれが国道19号ですね。19号は、よいしょ、中央道ですな。中央道と仲良くやはり、愛知県に向かっていきます。あと国道21号線ですね。これが滋賀県の方からビローっと伸びて、ほぼ岐阜県の南の端を東西へ19号と交わりたい。はい、そしてちょっと北の方に目を向けますと、はい、ここが高山市ですね。飛騨高山の高山市、この辺りはですね、まあ基本山がちなんですよね。まあ住める区域が少ないっていうのもあるのかもしれないんですけど、高山市は、市町村、全国の市町村の中で一番広いらしいですね。だいたいね、東京都と同じぐらいの面積あるんだって。富山県から続いてきた、これなんでこんな地下になっちゃうんだっけ、オレンジか、オレンジ道路、これ国道41号線ですね。そして同じく富山県からの国道471号線に合流します。はい、こちらはこれなんで、毎回こう地下になるんだろう、これこう、うんうんうん、ここもおかしいのか。ここら辺から抜けましょう。
こうやって、はい、長野県の方に合流。ここも全部オレンジにしちゃいましょうか。よっ、はいはい、よし。でこっから高山市を通って41号線が南下します。そしてこの松屋が下呂市ですね。はい、下呂温泉で有名な下呂市を抜けて、よっと、国道21号線合流。はい、道路完成。次は鉄道を引きましょう。まずは、JR 中央本線ですね。長野のどこだったっけ、塩尻か、あーたった、これか、ここですね。これ名前つけてないな。これ塩尻駅ですね。すぐ上に松本城がありますけれども、はい、これ塩尻駅ですね。塩尻駅から西の方、岐阜県の方に入ってきます。で駅はまあいくつか止まるんですけれども、今回はまあそんなね大きく作ってもしょうがないんでね、今回は、ここの多治見市ですね。多治見市に駅を作りましょう。ちょっとね小さくて申し訳ないんですけれども、はい、これ多治見駅にしましょう。そして線路を敷きます。ここね、塩尻駅からこう大丈夫ですね。でこっから先は、国道19号と一緒にですね、岐阜県の方に入っていきます。国道19号と一緒にっていうことはイコール中央自動車道と一緒にとも言えますね。こんな感じで、はい、抜けていきますよ。でこう、傾斜が急すぎる、うるせえ、モッドだ、いったー、すげえ傾斜か、ドドン、あー、まあ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 許されるよ、大丈夫、ゆる日本の市民なら許してくれる、今日もスリルがあったぜって言うよ。よし、はい、これで中央本線、西日本側、いわゆる中央西線ってやつですかね。これを、ホームが2つあるから、こっち側だな。こちら側から、塩尻市から、塩尻駅から、多治見駅までですね。中央西線にしときましょう。中央西線の電車、調べてきましたよ。211系の5000番台、これだ。はい、おー、いいっすね。松屋がすごい神々しいな。はい、あー、すごい、見えない、到着。なんかミヨンってなったけど。これギリギリすぎますね。はい、中央西線はね、このあと名古屋市まで入って、そこが終点かな。で岐阜県、あともう一つ高山本線っていう鉄道があります。岐阜県の県庁所在地岐阜市から出発しまして、北上して、ここの高山市ですね、高山市を抜けて、さらに、あ、富山県まで行くんですね。なるほど、じゃあ富山市、土山市にも作っときましょうか。はい、じゃあ駅をまず高山市と土山市に作ります。つうか結構予算がやばいな、お金がなくなってきたぞ。ちょっと維持費安めの駅にしましょう。あ、いいか、土山市は北陸新幹線用の駅があるから。那須塩原道って書いてあるけど。はい、これが、そうだよね、ホーム2つあるから、使ってない方のホームから伸ばせばいいのか。そうだね、そうしましょう。ってことはあとは高山市ですね、ここに駅を作ります。この辺りかな、ここら辺に作っておきましょうか。なんかほんとごめんなさい。維持費だけ考えたらこれになっちゃいました。維持費128、超安い。そして、岐阜市ですね、岐阜市にも駅を作る。はい、岐阜駅ですね。そして線路を敷く。ただこれがまた通んないんだ、これ。橋脚さえなんとかすれば通りそうな予感。オーライオーライオーライシャオラー、いいかい、いい感じ。あー、なんとかなってるね、なんとかセーフ、うん、セーフ、アウト気味のセーフだ。でこっから先は国道41号線沿いに、はい、北上していきます。
はい、よし。でこっから今度は高山市から土山市へ、土山市の駅どこだっけ、あーここか、これはこっちから行った方がいいな。あ、これつらつらいな。建物壊すね。こうなっていいかな。よっ、あ、これで行け。あー橋脚やば事故確定。オーライ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 、あー、オッケーでーす。はっ、よし、つながった。はい、岐阜駅から高山駅、そして土山駅の新幹線の逆側のホーム、これ行ってる、これ大丈夫、停車駅を追加、これでいいかな、ここ。そして電車はですね、いいのがなかったんだな。ちょっとこのキハ40、首都圏か。はい、これ機動車ですね、電車じゃなくて。これを使いましょう。キハ40系は本当はなんかね、臨時列車らしいんですけど、まあこれしかないんで、OK だ。ああ、いいですね。一両編成。ああ、いいですね。松屋の看板、いいな。邪魔だな。はい、おー、なんか、踏切おかしかった。カオスでしたね。うん、見ないふりしましょう。お、高山市ですね。まだちょっと名前ないけどね。これから作ります。はい、おー、トンネルに入りましたね。トンネルを抜けると、そこは、富山県だった。あ、いいな。味があるな。気動車な。実にいい。おー、着きました。土山市。おー、栄えてる。海、富山湾。いいねー。やっぱ海があるといいな。うん。よし、じゃあ次は町を作ろう。まずは、岐阜県の県庁所在地、岐阜市。で、岐阜市とすぐ隣にある大垣市。これがね、人口が多い都市なので、両方合わせまして、岐阜市と。岐阜と、有名なね、下呂市の下を合わせて岐阜市。はい、駅前は高密度商業を建てて、ここら辺は高層マンションですね。うん、駅地下高層マンション、お高いでしょうな。たまにはオフィスも置いてみましょうか。オフィスも一つね、はい、一つ二つぐらい置いて、あとは低密度住宅を置いていこうかな。うん、ちなみに岐阜市には、伊藤悦子堂、どうにかならんか、城がありますね、岐阜城。で、それがね、金華山っていう山があって、その山の上にあるっぽいんですよね。この辺りかな、ここら辺。あ、これかこれ金華山。うん、これ金華山っぽいですね。盛り土ですね。じゃあ、ここに置きましょうか。でかい、でかいぞ。これはどうしようかな。コンバートイントゥーピー。おー、あ、いいね。いいのかな。なんか地面がスカスカじゃないか。これまずくねえか。ちょっと観光地優先にしましょう。はい。環状道を一回消して、ここにこう、こうしよう。ここの道も、こんな感じにしようか。せっかくだから、さすがにちょっとこれ、金華山、これあんまりなんで、ちょっと大きくしようか。あの盛り土はないよな。さあ、これでどうだ。あー、ダメか、乗らない。そうか、傾斜が急すぎるって言われるんだな。俺はやる、俺やるぞやってやるぞ。はっ、でこう、こんな感じでぐにゅっと動かした。はい、いったーおお、いいねいいね。あ、いいじゃん。ちょっとそんなに高くならなかったけどね。うん。いや、ありでしょう。ちょっとこの心意気だけ買っていただければと。ここ信号すげえ多いな。こんないらない。はい。これはありなんじゃないの？ねえ。松屋も祝福してくれている。そして、来ましたね。ここ。下呂市。下呂温泉。とりあえず、小道を作ります。どうしようかな。下呂温泉って、有名なのが、名所があって、あの、噴泉地っていうね、街中にいきなり露天風呂がドーンってあるっていう。それを作りたいね。これっすかね。はい。これ。これ噴泉地。わー、めちゃめちゃ鏡のように光ってますね。心までも清められそうな。
噴泉地。斧を落としたら女神が出てきそうですね。そして、温泉なので温泉旅館、あのでけえの作るか。ホテル桔梗やっぱでけえな。いやでもこれぐらいあって叱るべきな気がするな。うんね、ちょっとメリハリつける意味でもね。あーなんかこの山が邪魔だな。これちょっと山を削りましょう。はい、ペターンってして、はい、あー立派めちゃめちゃ立派、何度見ても立派だな。ゲロ温泉が出たらね、おっと俺らも黙っていられないよと言ってるのが、こちら藤屋旅館、そしてレギュラー陣ですね、式亭、彼らがいればもう安心ですよ。うん、あとは和風なねお店を置いてあげればいいんじゃないでしょうか。はいはい、ゲロ温泉ですね。ここには噴泉地があります。あーいいね、有無言わせぬホテル桔梗、そして青山民芸、はいはいはい、式亭ね。うん、どうですかねあとはちょっとね森で覆うような感じにしてあげると非常に好ましいんではないでしょうか。はい、周りを森に囲まれてるっていうのもまたこの温泉街のねいいところですから。本当はね、下呂温泉川が流れてるんですけどね。まあでもな、川はな、前鬼怒川で失敗したからな。うん、結局ね鬼怒川温泉も鬼怒川で気になっちゃったからね。じゃあ噴泉地をもうちょっとこれこの出来合いのものではなくてちゃんと水源を配置しましょうか。それぐらいはやらせていただきましょう。はい、まずはくぼみを作ります。水源を配置します。水源は毎回ドキドキするな。こんな感じかな。左側に漏れそうだな。いや、一回やってみよう。今迷う。ん？おー、いいね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 。ちょっとなんか少ない？いや、でも、こんなもんだな。で、この周りに石を置きます。はい。噴泉地。できました。あ、でも、だからそれっぽく見えなくもないね。割とありなんじゃない？これ。はい、ということで、ああ、電気がない。ゲロ温泉ですね。あとはですね、大垣市にはですね、養老の滝。あの、飲み屋のチェーンじゃないですよ。養老の滝っていう、あの、ガチモンの滝があります。大垣市の南側ですね。ここですね、名神高速の南側、この辺りに、じゃあ、滝作るか。割と細い感じの滝なんだけど、さすがにこれは小せえな。じゃあ、いつも通り、コンバートイントゥ PO で、プロシージャルオブジェクトにしまして、でかくする。こんな感じかな。こうしとく。ちょっと小せえな、やっぱり。もっとでかくしよう。みょーん。あ、いいんじゃない。よし、オッケー。ほんとね、滝の世界は奥が深いから、あんまりねやりすぎると時間あっという間なくなっちゃうからさ、こだわっちゃいけない。でここに、木を植えましょう。ほんとはね、あの観光用の歩道とかもあるんですけれども、一旦今はこれで、あ、こっからちょっとつないでみる。歩道これへんからで、滝が流れてるので、ここにその滝壺を作りたいですね。また、水源の出番だな。はい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 。ああ、いいね。めちゃめちゃ道斜めだけど。はい。山の中に入っていくと、そこにあるのが、養老の滝。おお、いいですね。あ、いいね。山の中感があっていいですね。はい。あと、高山市ですね。高山市には、三町と呼ばれているね、昔の商人たちの町があるんですよね。すごい純和風のね、道があって、そこに商店街が軒を連ねていると。それを作っていきましょう。高山駅の東側なので道を作る。ここもつなげちゃうか。はい、すごい高さがあるな。これちょっとこれ鳴らすか。はい、で改めてここにもう一回道を敷く。はい、あれ、はい、あれ敷けない。こうして、うん、傾斜がありすぎるんですね。こういってはダメですね。まあしょうがない、しゃあない。こうやってこっち側にこうつなげると。有名なのが上1の町、上2の町、上3の町っていう3つのね通りがあるんですよね。ただ、ここはちょっとスペースがないので、上1の町、2の町までということで、はい、一番有名な3の町を作らないっていう暴挙に出たいと思います。じゃあ何作るのかっていうと、いつも通りなんですけどもね、はい、あの古民家商店を作りたいと思います。
でもこれうってつけだと思うんだよな。ちょっと茶色が足りないな。茶色が足りないけれども和風な感じは出てますね。まあこれでしょう。これで良きでしょう。ここがちょっと空いてるな。ここにも道を通せば3町になるか。水増し感すごいけど3町感出るのでは。あーいいんじゃないですか。うん、3町感あるよ。あるかな。あるよ、ある。自己暗示。でもこの道どこも入れないっていうね。あーこの家の色いいな。この店の色が3町感あるな。全部この店に変えるか。まあ本当に全部やっちゃうとあれだから、いくつか残すけれども。あーいいんじゃない、いいんじゃないね。えいい感じじゃん。はいはい。あ、さっきよりぐっと昔の街並みっぽくなったぞ。うん、いいと思います。 OK。 じゃあ最後に、白川郷を作るか。やっぱね、岐阜県といったら下呂温泉と白川郷ってイメージがやっぱりあるよな。富山県で作りましたこちらの、五箇山の合掌造りな。これと近いんですが、こちら側ですね。多分この辺りだと思うんだよね。まあ基本でも五箇山と同じような作りですね。あ、でも写真見て思ったんですけど、あのイメージよりも結構大きかった。もっと小さいかと思ったけどね、白川郷で。この左右に白川郷。これもね、あんま作りすぎるとね、観光客がもう殺到するから、あんまりあのちゃんとガチで たっけガチで建てるのは4軒ぐらいにしとこうか。たっか。で、あとは全部もうプロシージャルオブジェクトにしましょう。それがいいっすわ。ちょっとな、横向かせたりしてさ、少しちょっとこのランダム目に作りたいよね。もうちょっとやっぱり本物を追加したいな。よっ。いかん。お金が10万しかなくなった。これはやらざるを得ないか？あれを。やるのか？やるか。やる日本のみんな、オラに現金を分けてくれ。成立マックス現金玉だー。ゴー。お金12万14万17万18万いいぞ。じゃんじゃん増えてくれ。あー早速出始めた。あ、久しぶりこの感覚。めちゃめちゃ久しぶり。あーいいですね。これこれこれですよ。あー全国各地みんな悲鳴を上げている。その悲鳴がオラの現金になるんだ。人口が、あー減り始めてますね。100人単位で減ったら、あーやばい、ダメダメ。素晴らしい、62万です。皆さん本当にありがとうございます。これを国民の血税って言うんだろうな。血を吐きながら支払う税金。あー解消していく。よし。で、あとは白川郷に田んぼだな。田んぼと木を作りましょう。はい、こんな感じ。ちょっと東海北陸自動車道がドーンって横切ってるけどね。うん、こんな感じですかね。はい、白川郷でございます。白川郷です。はい。ちなみに、高山市の北東にあるこのでかい山が穂高岳。で、なんかね、じゃらんのね、観光トップ10の中にさ、新穂高ロープウェイっていうのがランクインしてまして。うん。ロープウェイがね、ここの穂高岳の山頂にね、伸びてるらしいんだよね。それ作りますか。せっかくだからね、今までロープウェイ作ったことないからさ、ちょっと作ってみましょうかね。あった、ロープウェイ。はい、駅、ロープウェイの駅、終点駅でいいですね。ロープウェイ駅だけで終わるな。こう。これで方向合ってる。あ、合ってますね。こっから出ます。で、この辺りにじゃあ駅を作りますかね。はい。で、ロープウェイの削除。おお、この傾斜で行けるの嬉しいよね。はい、できた。あっさりできた。新穂高ロープウェイ山頂駅とかにしとく。新穂高だったな。新穂高ロープウェイふもと駅。はい。で、ゴンドラも、あ、ゴンドラこれ変わってるな。これ日本的なゴンドラになってるね、きっとこれね。立山ロープウェイって書いてあるけど、まあはい、これしかないからね、いいでしょう。
で、山頂何もないとさ、人が来てくんねえから、ね、維持費もかかってるから272。なんかこう、客呼べるようなもの何か作りたいね。展望台、自然保護区をレベル2にする。あー、こういうのがあるっちゃあるけどな。天文台ならあるけど。でけえ。ダメだ、なんも置けねえな。いや、ここにじゃあ、商業施設ちょっと一個作ろうか。絶対放棄される。間違いないよね。はい、完成です。はい、岐阜県完成です。岐阜城ですね。で、岐阜市改め、岐阜市。そしてこちらが、下呂温泉とトレードマークの噴泉地。あとはこちらが高山市の高山山町ですね。おお、人が結構来てる、観光客。いいですね。あとは白川郷ですね。はい。そして最後は大垣市の南にある養老の滝ですね。あ、いいですね。滝って落ち着くな。はい、じゃあ岐阜県完了ということで、次回はですね、静岡県かな。はい。富士山の南側、静岡県を作っていきたいと思います。よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。またツイッターもやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方もお待ちしております。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。